宇宙世紀 0079 12月31日地上の重要拠点を失ったジョン軍に対し連邦軍はミリタリーバランスを一挙に傾けた。ジョン最終防衛ラインの一角を担う宇宙要塞アバオア空に対し連邦軍艦隊は戦果を開くのだったということですね。前回までにですね、地上戦ということでオデッサ作戦、ジャブロの防衛戦と攻略を進めてきました。今回はソロモンの戦いを通り越して、バオア空戦になるようですね。こちらの方、プレイをしていきたいと思います。改めまして、ワンダリングフィッシュです。レトロゲーム企画ということでですね、ガンダムジェネレーションというスーパーファミコンで出ていた、簡単に言うとギレンの野望、そして G ジェネの、基礎、ベースになったようなね、シミュレーションゲームになっていると思います。こちらのスーパーファミコンの作品やっていっています。今回はステージ4、バオア空戦です。早速、ステージの方、プレイしていきましょう。モビルスーツですが、軍資金が165。決して十分にある状態ではないので、ノイエジールとかね、GP03 とか、このあたりを生産することは当然できないんですが、165で作れる高性能機というとどうだろうな。あるとすれば、ガンダムが170なので、ゲルググであればギリギリ作れるかなっていうところですね。あとは、解体してお金を回収するっていうのも一つの手ですよね。アクアジェムとか解体しますか。で、ガンダムもう一個作っちゃいましょう。これでね、アクアジェムは宇宙では使えない衣装を持っていてもしょうがないので、アクアジェムを4機解体して、ガンダム作っちゃいましょう。でさらに余っているというものを使って、35余ってるんだったらどうだろう。この中でいうと30のジムとか作れますね。ジムを作ります。ではこれで、あとは戦艦系かな。これもねちょっと解体しましょうか。この中でいうとギャロップ使えないですからね。宇宙では宇宙で使える機体、戦艦何かあればというところですが、どうだろう。一番安いガウ130、これ地上でしか使えないですよね。ギャロップ、マットアングラー、ここも地上専用。サラミスで60か。じゃあサラミスを作りましょう。マゼランになると多分作れないでしょうね。これでいきます。では出陣していきましょう。舞台数はすでに展開している、これマーゼラン、サラミスですね。サラミスの中に何が入ってるかだけ見ましょうか。ジムが2、ボールが2。全部のサラミス同じ編成かな？他のサラミスも一応確認します。同じですかね。同じです。敵の方は、M サイ。ここにザクが4。ずつ入ってますね。なので、この、ムサイ2機、ザク8機を撃破して、その先にいる、ドロスとか、チベ。ここにはリックドムが5入ってますね。ドロスの中にはザクが5。で、さらに、グワジンのところには、ジョングが1、ゲルグが2、ザクが4という編成ですね。これらと、ちょっとじゃあ戦っていきましょうか。出撃する編成を入れていきます。ガンダムは貴重な機体2機しかいない。あ、そうか、陸戦型ガンダム連れてくる意味なかったな。ちょっと戻って陸戦型ガンダム潰してきます。宇宙じゃ使えないですからね。はい。ではちょっと編成をしてきましたので、出撃させてご紹介をしていきたいと思います。モビルスーツの数を減らして、高性能機を積むようにしました。なので、サラミスは作らずに、ホワイトベースペガサス級3隻をね、介入させたというところです。内容を見てみましょう。ホワイトベース1隻目ですね。ここはですね、まずは、このガンダム NT-1 アレックス。これをね、作ってます。なので、
撃させましょう。まあ、作ったというよりかは正確にはですね、ガンダムからクラスチェンジをさせたというものになってますね。なのでコスト的にはかかっていないんですが、代わりにガンダムが機体としてはなくなってます。クラスチェンジで元あった機体が消えて、代わりに NT-1RX が生まれたっていうね、そういうイメージですね。で、もう一つですね、作ってあるので、ちょっとこれもね、ご紹介したい機体。これが、GP-01 フルバーニア。これはね、解体したコストを使って、新しく作りました。コスト380かかりましたね。なので、まあ、380分のね、働きをしてくれるんじゃないかなっていうね、期待を持っています。では、他のサラミスからも出撃して、目の前に展開している、ムサイ。そして、ドームの舞台をね、叩いていきたいと思います。なんかヨーロッパの方ではコロナウイルスがまたね、すごく増えてきてるみたいですよね。まあ、イタリア、フランス、このあたりでは、まあ、国民に対してね、制限を設けたりとかっていうことで、だいぶ感染拡大が広がってきて、それに対してセンシティブに政権が反応してるっていう状態になってるようです。アメリカなんかもね、一部の州ではやっぱりすごく増えてきているようで、まあ、心配な状態かなと思うんですけど、特に日本は今ね、東京でいうとまあ100人から200人強行ったり来たりっていうところだと思うんですけど、特に心配してるのが、これから冬になった場合ですよね。また感染がすごく拡大するんじゃないかって心配すごくしてるんですけど、そうなるとまた経済がね、ボロボロになってしまうんじゃないかなっていう懸念もありますよね。で、最近中国政府が発表した、中国の GDP、これがプラス 4.9、まあ、成長しているっていうね、発表が出たという報道を見ました。まあ、中国の発表なので、それをまあどこまで、信じるというか、まあ、真に受けるというか、正しいものだと思うかっていうのは、まあ、各々皆さんの判断になると思うんですけど、まあ、仮にこれが本当にプラス 4.9 だとしたら、他のね、世界中の各国がマイナス成長にあえぐ中、驚異的な回復を見せたということになると思います。で、まあ、何がちょっと、もやっとするかっていうと、まあ、言ってもやっぱり中国のね、初動対応、コロナウイルスに対する初動対応に対して、まあ、必ずしも、まあ、良かったねっていう対応だと思ってる方ってあんまりいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな中、中国がね、いち早く、そのコロナウイルスから立ち直って、元気にやってるっていうニュースを聞くと、なんかちょっともやっとはしちゃいますよね。まあ、かといってね、中国が世界に、まあ、それこそ賠償なんていうのは絶対にありえないし、下手したら、各国が中国の経済にだったら中国に助けてもらおうっていうね、中国に対するすり寄りなんていうことが発生してもおかしくないんじゃないかなと思ったりするんで、まあ、本当にもやっとするようなね、内容かなと、個人的には思ってます。まあ、まずはね、この冬乗り切って、まあ、すごく感染拡大しないっていう状況をなんとかね、作るっていうのがね、最優先というか、あるべき姿なのかなとは思うんですけどね。さて、ゲームの方に戻りまして、NT-1RX は、射程の長いガトリング砲を持ってますね。これ、命中率も高いし、使い勝手がすごく良さそうです。あと、ダメージがどれくらい出るかですよね。ダメージも結構出るな。これであればジオングとぶつかれる戦力になるかもしれない。さらにビームサーベルの切り合い。これもダメージはね、結構期待できそうですよね。どれくらい出るか。まあ、防御力もさすがに高いし、ヒットポイントもね、1万超えなんで、ジムとかに比べると圧倒的に安心感がありますね。ダメージ的には。では、フルバーニアンですね。GP-01 フルバーニアンの、ここはビームサーベル攻撃ちょっと見てみましょう。火力どれくらい出るか。ザクのパワーが4098残ってますね。これで
ノーマルヒットで3966。高いね。もう一伸びあれば撃破できちゃうくらいでしたね。さらに回避率も高い。いや、これであればジジョングと戦えるかな。では目の前ので、ザク無彩部隊撃破していきたいと思います。では呪文を使ってちょっとザクにとどめを刺してみましょうか。ビームスプレーガー、これでザクを仕留めてみましょう。まあ、ジムは見てると機体スペック、あとは攻撃力、まあ、ザクと同等で、まあ、ザクよりね、まあ 10% ぐらいだいたい低いかなっていうぐらいの性能になってそうです、全ての値が。まあ、ただジムはね、量産性に優れている要素がやっぱりあるんで、そこを利用してジョングをね叩いていくという感じになろうかと思います。あとはサラミスもちょっと見てみたいな。サラミスの2連装砲、これで無彩と打ち合いしてみましょう。これサラミスの2連装砲です。当たって火力が4397。一方無彩の方を打ち返してきて、これが当たって4457。まあほとんど同じですね。今100ぐらいの差なので誤差の範囲かなという感じがちょっとします。じゃあ続いて2連装ミサイルの方もちょっと当ててみたいな。まあ危険を伴いますが、少し前に出しておきましょう。サラミスもね、この後いずれにしても前に出て敵と撃ち合う、あるいは前線に出たモビルスーツ隊の補給基地と、こういう位置づけでね頑張ってもらわなきゃいけませんからね。無彩を撃沈、ガンキャノンの低反動キャノンですね。これでまず無彩1隻を撃沈してます。残る無彩1隻、あとザクが4、あと捕獲可能なザクが1ですね。この捕獲可能ザクはどうだろうな、先に敵に取られちゃうかもしれないな。では敵がですね、後方からチベとドロスを前線に向けて進撃させてきていますので、まず目の前にいるザク部隊を合流される前に撃破してしまいたいなと思います。早速動かしていきましょう。傷ついている NT1RX、 これもう1ポイント2000切ってますんで戻しましょう。一度ね回収します。ここもジーム、ガンキャノンで無彩に攻撃、2142。まあ、防御されるとダメージがね半減しちゃいますけど、それでもだいぶ削れたので、ここはご利用してこの無彩も沈めて、ザクの脅威を一旦取り払いたいですね。で、ザクさえいなくなれば、チベとね、ドロスを迎え撃つという迎撃の態勢が取れると思いますので、まずこの目の前のね、ザク部隊、これを無力化していっちゃいましょう。はい。最後は無彩をジムが撃沈。ビームスプレーガンでしたね。これで、ザク4機が白旗。いいですね。では、この暗礁中域というか、スペースデブリというか、この、まあ、移動がしづらい隕石群を、またいでですね、敵がやってくるのを待ち構えたいと思います。敵がやってくるのはチベ。ここに、冒頭ご紹介したリックドームが5。そして、ドロス級のところに、ザク1機回収されてしまって、全部で7機入っているので、この大群をね、相手にすると。いうところです。この後、ジオング戦、ゲルググ戦があることを考えると、ここで戦力をやっぱり消耗しないようにね、うまくギリギリの配置のところで戦っていければいいかなと思います。うわ、ドームを展開してきたな。これどうだろう。できれば、ドームと戦うのではなくて、チベを潰したいですよね。後ろにいるドロスから、ザク7機が出てくるのか。ドロスはヒットポイントも高いんでね、
なかなかちょっと一旦でね、沈めるというのも難しそうなので、周りのザクを確実に排除するっていう方法までちょっと考えなきゃいけないかなとは思います。まず、チベはリックドムを、まあ、一機だけ排除して、まあ、格闘攻撃ができる状態にしたら、あ、チベをね、一気に沈めて、ドロスに関しては周りのザクから、一機ずつ潰していきたいと思います。ではちょっとチベに一発ボールの低反動キャドンを打ち込んでみましょう。命中率 47%、 約半分ですね。当たる。1800。これは時間がやっぱりちょっとかかりそうかな。キャノンで減らして、チベにとどめを刺していきましょう。さあ、ここでチベを沈められるかどうかですね。命中率 57%。自分の運を信じたい。かわされた。これかわされるとチベ逃げるんじゃないかな。チベに逃げられるとちょっとしんどい展開になりそうなんですよね。なんとしてもここは当てたいところなんですけどね。 G ファイターで554削れるかどうか。チベ削ればリックドム5機、これを一旦無力化できます。当てた。よし、これでチベ撃沈したので、ただ回収するだけの格納庫に余力はないんで、これらをどう扱うかですかね。回収できるんだったらね、本当だったら、まあ、回収してしまうのが一番いいんですけど、回収する格納庫の余力が一切ないので、来たりとも回収できないですね。となると、これらのドムを一機でも多く破壊しておく必要がありますね。ドロスの格納庫の余裕がどれくらいあるかちょっと見ますか。ドロスは格納庫1個余裕があるってことは、1個は確実に次回収されますね。なので回収されないように、あるいは回収される機体の数をまあ、ちょっとでも減らすっていう目的でドームに攻撃加えておきましょう。今敵に回収されないように白旗上げているリックドームを蹂躙してます。まあどうなんだというね、残虐行為に他ならないんですけども、これリックドーム回収されてまた前線に出てこられると、まあそれはそれで立派な敵の戦力となって味方の損害が広がるだけなので、ここは多少遠回りになったとしてもですね、敵のリックドーム、白旗が上げてるリックドーム回収される前に、先に潰していきます。というのもですね、ドロスのヒットポイントが、なんと脅威の35000、これは一ターンで削り切るには多少無理があるので、削り切れずにですね、リックドームを回収されるぐらいであれば、リックドームを先に削ってですね、で後でじっくり、ドロスを料理するっていうね、そういうちょっと作戦を取っていきたいかなというふうに思ってます。なので、リックドームを今削っていっていますね。で、味方の損害は今回、ジムが一機、さらにですね、撃墜されてますが、まあ損害がね、軽微な状態ですので、このままですね、力押しで、攻めていきたいと思います。残り、リックドームが2。ザクが5、ドロス1が今接近戦になってますね。これを倒していきます。はい、自分のユニットを全部動かして、ドロス1、ザク4が今目の前に展開している状態ですね。次のターンでなんとかね、ドロス撃沈、あるいはその間近まで持っていきたいと思います。ではここから35000のヒットポイントを誇るドロスをね、どれだけ削れるかというところで、ゴリゴリ削っていきましょう。まあ、損害ある程度出るのは覚悟の上でですね、ここはこのターンでドロスを撃沈するというところを目標に頑張っていきたいと思います。なので、もう進めるものからどんどん前に出てってもらって、攻撃を仕掛けていくというところを頑張っていきます。ドロスですね、やっぱり火力めちゃくちゃ高いんですけど、これ見ているとですね、
ドロスのヒットポイントはまだまだなんですが、まあ、いわゆるエネルギーが切れてる状態なので、これチャンスだと思うので、ここで一気に仕留めにかかります。で、前期攻撃を仕掛けて、なおドロス4600残すっていうね、3万5000の耐久がさすがですね。劇中ドロスはね、F フィールドで、I フィールドどっちだったかな、撃沈されてしまったと思うんですけど、このドロスはなかなか沈まない。まさに不沈艦と言える。そういう存在になってますね。ドロスこれ撤退するよね、一度ね。まあ、ドロスエネルギー切れ起こしてくれたので、まあ、反撃を受けずに一方的に攻撃できたんですけども、その代わりに、まあ、ドロスは防御してくるので、まあ、ダメージ効率がすごく悪くなるんですよね。で、あと1か8かの回避もですね、まあ結構外してしまって、運が悪く、ドロスの撃沈に至らずというところでした。もうちょっとうまく立ち回れていれば、あるいは撃沈できたかなっていうのは本当にギリギリのラインだったと思います。次のターンでドロス確実に仕留めたいと思いますが、どれくらい回復されるかですね。では最後は、バーニアンで撃沈していきましょう。ドロス強かったですね。まあ、ただこれでドロスの腹の中に入っているモビルスーツを放出させて、いよいよ敵のね、基地、拠点に進めると思えば1380機微妙に残るな。最後とどめ誰で刺すかだな。ここまで来たらちょっとね、レベルアップさせてあげたいなと思うんですけど、これで仕留めましょう。回避率 50% で、この後回復しながら、敵の拠点ね、ジオングの待つ中心部に迫っていきたいと思います。で、モビルスーツ敵放出したものはですね、捕獲する余裕ありませんので、放置して進みたいと思います。バラバラバラっとばらまくと思うんですけどね。では、バオアクーの前に部隊の展開完了しました。敵の陣容ですが、まずはグワジン。3万。ヒットポイント。高いですね。これは、ドロスの3万5000に次ぐヒットポイントですね。あとはザック。そして、初物ゲルググですね。ヒットポイントは8300です。そして、シャアの買ったジオング。ヒットポイント1万6000と。これが立ちはだかっています。では総攻撃開始していきましょう。今回はザクが3、ゲルグが2、ジオングが1なので、先にモビルスーツを潰していきます。で、その後にグバジンを倒していきましょう。ここはジオングに対してアレックスが1600か、大してダメージ与えられないな。一方ジオングのたくさんメガ粒子砲は4000、むちゃくちゃ食らうな。4000か、考えものだな。そうなると、まあ、どこまで有効かわからないですけど、ボールのキャノンで削っていきますか。で、そのうち、ジオングはエネルギー切れを起こすと思うので、エネルギー切れを起こしたら、一撃で、ボールは一撃だな。エネルギー切れを起こしたところで、高火力の部隊で攻撃を仕掛けてみますか。一応そういう段取りで考えましょう。さあ、ジオングはもう回避モード、防御モードに変わりましたね。これで、ちょっと力押しをしていきましょうか。とはいえこのターンだけでどうだろう、ジオング倒せるのかな。ジオングの火力かなり高そうな上にヒットポイントも高いとなると、やっぱりここで仕留めておかないと次戻られて、回復されて戻ってくるとね、また被害が広がってしまうので、これでエネルギー1になってるんで、これでね、もう反撃されることもないと思うんで、総攻撃をジオングに仕掛けていきましょう。
被害としてはボール1、ジム1が常にジオングの前に撃沈されています。あとはこのジオングにどれくらい当たるかですね。防御されてビームスプレーガンがどれくらい当たるか、485、全然だな。ここまで低いとは思わなかったな。ウルバーニアンのビームライフルで防御された上で835、全然当たらないな。835か、想像以上に当たらないですね。キャノン系が当たると大きいですけどね、回避される確率も高いんで、ここはもう本当運要素ですね。このあたりも当たってくれると1200、あと4300ってところですかね。これ削っていかなきゃいけないですね。あとはひたすらこのキャノンが当たることを祈って打っていきましょう。まあ命中率 47%、 まあ 50% と考えれば当たる確率半分、かわされる確率半分って、まあそういう感じですね。どうやらジオングは削りきれなかったかなっていう感じかな。ちょっと初期の布陣が、まあ、十分じゃなかったのかもしれないんですけども、やっぱり硬いですよね。硬いし避けるしっていうところで、まあ、残念ながら削りきれなそうですが、最後まで一応あがきましょう。ミサイルが当たって、前段ミサイル当たってくれて3353、残るかどうか、どうなんでしょうね。防御されて700から800ぐらいですかね。800、900当たってくれるとなると、あと G ファイターが2回攻撃できるんですね。これ攻撃が2回とも当たってくれて、どうかっていうところだな。ただコアファイターなんで残り2機動くのか残ってるのか、これちょっと、おっと、クリティカルヒット、これでジオングをまずは撃沈しました。いや、ここでジオングを落とせたのは大きいですね。無理かなとちょっと諦めかけていたところだったので、これでまずはジオングを撃沈。このザク沈めておいて、残りザク2、グフ2、グアジン1というところとね、対峙していきたいと思います。グアジンの大型ミサイルで、まあ、3000以上やっぱりコアファイターだと食らっちゃいますね。お返しが2000。まあ、反撃っていう形なので防御されないので、その分2000与えることができましたね。アレックスに攻撃か。ビームライフル。こっちもビームライフルで応戦だ。アレックスとゲルググのビームライフルの打ち合いでどれくらいダメージ差が出るかですね。アレックスが1841くらって、アレックスのライフルでゲルググに2300。まあ大体 25% ぐらい多くダメージを与えたかなっていうところですかね。ここもビームガトリングガンで応戦しましょう。アレックスがちょっとダメージ込み合ってきてるなっていうのはありますけど、命中率 98% だったら回避する意味もあまりないので、アレックスが持ってくれると信じて、ここは応戦していきましょう。次のターンでアレックスは確実に一度戻す必要がありますね。ザクのバズーカーとかの攻撃がアレックスを狙ってきたときに、どうかってところですね。いやー、これは防御だな。2566残り。これ、逃げ切れるかどうか。ダメージは663。アレックスのシールド防御でしっかりダメージ軽減しましたね。バズーカー。これも防御。もう一機ザクの攻撃残ってるので、900食らわなければ大丈夫。843だったら次、アレックスに残れますね。まあ、どうせだったらアレックスやっぱり残ってほしいですからね。という話をしてたら攻撃してこなかったですね。じゃあここはお返しにミサイルをコアファイターから打ち込んでやりましょう。ダメージを負ったモビルスーツあるいは、機体は一度母艦に戻します。で、次のターンでゲルググザク潰して、その次のターンでグワジンを撃沈していきたいと思います。では、いよいよ、グワジン沈めにかかりましょう。ヒットポイント3万のグワジンです。
これを今回ね、ちまちま削っていきたいと思います。ビームサーベルの格闘攻撃で防御されて1300しか与えられないってなるとね、なかなかしんどいですよね。あとはもう戦艦同士の撃ち合い、これにかける。まあ、ただこれもし沈められてしまうとモビルスーツが無力化されてしまうので、まあ、最終手段ということにしてですね、まずはモビルスーツ隊で攻撃を仕掛けていきましょう。で、どうしても最後モビルスーツ全部動員して削りきれなかったらですね、戦艦からの攻撃を行っていきたいと思います。はい、最後はホワイトベースで撃沈です。これでグワジンをね、撃破しました。あとはアバオアクーンに乗り込んでですね、まだムサイが一隻残ってたと思いますので、そのムサイを、ね、撃沈していきたいと思います。はい、これで、ステージクリアになります。